普段マイクロスコープを使っていて、今日行われた精密コンポジットレジン充填をさらにスキルアップしたいということで今回受講しました。ボンディングの塗るところ、いや、可動からはみ出さないようにっていうところがあまり気にしてなかったので、そこは良かったかなと思います。でボンディングレジン普通こういうふうに通すんでしょ。そうするとはみ出るんでしょうね。ボンディングレジンがエアブローしてもこのシニコートの間で綺麗に分かれるなんてことはないんですね。なのでどうするべきかというと、こういうものを使ってボンディングレジンを可動を必要なところだけに塗布する。ウルトラ H というウルトラ電灯車のリン酸H グラですね。これを使って、教科書でそのマイクロとかそういったことをあんまり勉強はしてこなかったので、普通の受け渡しになってしまって、実夜が少ないってことをあんまり意識しては行っていなかった。しっかり先生の治療しやすい向きで渡すことができたらいいなと改めて実感しました。明日から本当に臨床に生かせる内容すべてでしたので、もう順次いろんな器具とか全部すべて使って行っていきたいと思っています。